い、こんにちは、りほこです。はい、今回も2月先月にプレイしたゲームのお話をしていこうと思います。先月は新作が3つと、あとは積みゲーを1個消化しました。合計4つ軽くお話ししていこうと思います。乙女ゲームが2つと美少女ゲームが2つ、全部で4つです。じゃあまず乙女ゲームから。まずはね、こちら幻想マネージュ。幻想マネージュは動画でもお話ししたんですけど、一言で言うと遊園地にね、魔法で囚われた彼らを救えっていう感じですね。まあ、詳しくはね、動画で話したので、それ見たりとか公式サイトでね、お話どんな感じかなっていうのをね、見てほしいんですけど、これは私に本当にぶっ刺さりの作品でした。これは本当に私がすごい大好きな感じのお話で、すごいやりやすかったんですよね。話的にもキャラ的にも設定的にも難しすぎずっていう感じで、だけど単純な話じゃなかったりとか、何よりね、幼馴染ポジションアルノーくんがね、すごいイケメンだったりとか、まあ、あとはね、クリエくんにめちゃくちゃ燃え転がされて、まあ、家中のね、もうあらゆる壁を叩きまくってっていう感じだったんですけど、それくらい燃え転がれるとこもあったりとか、すごいね、うるってくるシーンもあったりとか、何より遊園地っていうのがね、すごいいい乙女心をくすぐる。まあ一応ね、乙女なんでこういう遊園地とか弱いですね。これは本当にドハマりしすぎて、もう寝る間も惜しんでプレイしたし、余韻もひどかったですね、その後の。結構他のゲームやってても現場でのこと思い出しちゃったりとか、あとはまあこれからね、ゲンマルのカフェ行くんですけど、もうカフェ行きたいって思うぐらいにはすごい大好きな作品になりました。はい、そしてこちら恋の花咲く100回園、これもね、スイッチで拓陽さんのね、作品なんですけど、これはね、ある時不思議な喋る猫に100回園をね、盛り上げてくれと言われて、ヒロインちゃんが植物の声を聞くことができるっていう力と、この人間の嬉しいとか楽しいとかプラスのエネルギーを糧にして育つ花を強制的にね、もらい受けるっていうところから始まるんですけど、これは本当に単純でしたね。話が結構分かりやすいっていうのかな、共通が短いというよりかは個別も割とサクッとしていて、だいたい1年間の話ではあるんですけど、まあ、キャラごとにもよるんですけど、そのまあ1年間のね、イベントとかもね、ちゃんと追っていってて、なのでそのゲームやってるだけで、自宅にいるだけでね、1年間のイベントを楽しめるっていう感じでした。あとはその100回のお話なので、結構花言葉の知識がすごくて、今まで私お花とか全然興味なくって、お花の名前とかもね、もうアジサイとかひまわりとかしか知らないレベルだったんですけど、結構このゲームのおかげでお花の名前知ったりとか、花言葉とかね、知るようになって、結構テレビとかでお花見ても花言葉調べちゃったりとかっていうね、癖がつきましたね。はい、ただね、これね、一つ言わせてほしいんですけど、サブキャラが一番私かっこいいと感じてしまって、まあ、個人的タイプの問題でもあるんですけど、もう圧倒的そのサブキャラくんがかっこよすぎて、うん、なんか本格的にちゃんとした形で攻略したかったっていうのもありますね。まあ、ちゃんとね、そのサブキャラくんのね、シナリオ的なのもあったので、そこはすごい満足でした。それが一番私楽しかったかもしれない。はい、そしてマイケツは DMM で500円セールをやってまして、で今年ね、ファンディスクも出るっていうことでやってなかったので、500円のダウンロードしてプレイしてたんですけど、簡単に毎月を言うと、鉄道復興ロリカワゲームみたいな感じなんですけど、重い過去をね、抱えた、トラウマを抱えた主人公と攻略キャラたちがね、力を合わせて街をね、賑わわせる、復興させていくっていう感じのお話なんですけど、やっぱね、主人公がね、過去に何か抱えたりしてるっていうゲームだと、やっぱりキャラとね、一緒にこう乗り越えて成長していくっていう過程がね、私はすごい好きでしたね。あと、他のゲームと違うなって思ったのが、私がね、すごい美少女ゲームをたくさんやってるわけではないのであれなんですけど、今までと違うなって思ったのが、もう CG とか、あとは立ち絵がすごい動くんですよね。もうずっと動いてて、もうなんなら人間より動いてる、人間よりめっちゃ動いてるんですよね。喋る時とか驚く時とか、すごいなんかヌルヌル動いてくれていて、それがそのパソコン対自分でこうプレイしてるんですけど、まるで人間なんですよね。まるで人間だし、もうなんならね、3次元いらないんじゃないかって思うぐらい人間でしたね。うん、そこは他のゲームと違うなって思いました。あとは舞台が九州なんですよ。で、私博多豚骨ラーメンズがすっごい好きで、で聖地巡礼でね、九州行ったりしたんですけど、それのせいで博多弁っていうんですか、あの何々ととか何々バイとかの方言がすっごい好きなんですよ。で、その攻略キャラにね、響ちゃんっていう女の子、妹ポジションのね、めちゃくちゃ可愛いね、響ちゃんっていう子がいるんですけど、その子の喋り方がめっちゃ可愛くて、もうキャラもすごい可愛くて、ポジションもすっごい良かったんですよ。どこのルートでもね、いいキャラですごい可愛くて癒されたんですけど、もうその子がね、何々バイとか何々とか言うとすっごいもうときめきが止まらなくて、めちゃくちゃキュンキュンしましたね。これは本当にありがたい。で、鉄道のお話なので、その私鉄道全然わからないんですけど、もうなんならエヴァに出てくる箱根登山鉄道ぐらいしか知らないんですけど、でも
全く鉄道知らない方でも知識解説みたいなのがちゃんとあって、まあ、ゲームによくあるじゃないですか、そういう知識的なの解説でこうピローンと出てきてクリックすると見れるみたいなのがあると思うんですけど、それがねフルボイスっていうのがすっごい良かったですね。解説もすごい楽しめるっていう感じでした。でグランドがねすっごい良かったので、グランドエンドがあるんですけど、グランドがすごい良くて、でも短かったんですよね、もう速攻終わってしまって、なのでねファンディスク出るのも楽しみだなって思ってます。はい、そしてこちらマルコと銀河流、これもねこの間お話ししたんですけど、銀河で宝探しをしていたマルコが生まれ故郷の地球で母親探しの旅に出るっていうねお話なんですけど、まあ、これはね私もほんと大好き、もうキャラ全員いいし可愛いし面白いし、もうテンポが良かったですね。 CG もたくさんあってキャラの掛け合いも面白くて、ギャグのセンスが本当に良くて、結構面白かったシーンとかスクショしたんですけど、スクショしてアルバムに入れて、あの電車とか暇な時にねその CG 見ながら思い出して笑ってるんですけど、それぐらいね面白かったですね。本当に結構フォロワーさんとかにも見てたらマルコやってる方結構いらっしゃって、あーやってるやってるとか思いながら Twitter 見てたんですけど、これは恋愛ゲームではないんですけど、また違った形の愛が見れるし、そのフォロワーさん見てた限り私もなんですけど、乙女ゲーマーさんの方もすごい楽しかったって言ってたし、美少女ゲームやってる方もすごい楽しそうにツイートしてたので、すごい見ててね感想を見てて楽しい気持ちになりました。やっぱね好きなゲームをねこう共有し合って楽しいって思えるね感想を見るのは楽しいなって思います。はい、という感じで先月はねこの4つでした。はい、という感じで今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。